同仁，有人发现能取得新矿物材料的任务了，我想赶快拿来试做武器，所以你也来帮忙吧。メッセージが届いてたな。キリトにアスナ、手伝ってくれてありがとう。ほんと助かったわ。どういたしまして、リズ。しかし、意外に大変だったな。新しい鉱物素材を発掘するけ。そうね。でも何せこの鉱物、ブレインバーストの侵食の影響でできたやつみたいだし。そのうちなくなっちゃう危険もあるから、今のうちにいろいろと試しておきたいのよね。あの鉱物で何を作るの？ちょうど他の素材と組み合わせて私用のメイスが作れそうなの。ちょっと待ってて。ああ。じゃじゃーん、完成したわ。これが今回手に入れた鉱物で作った新しいメイスよ。名前はなんて言うの？ちょっと待ってて。名前はないわね。自分でつけていいってことなのか。そうかもしれないわ。さすがは正体不明の新規素材、まだ使用が確定してないのかしら。よし、装備してみるわね。結構重いね、これ。リズ大丈夫？よろけてるよ。ごめん、ちょっと支えて。支えきれないよ。おい、二人とも大丈夫か？なんとかね。アスナ、ごめんね。なんでリズ、服脱いでるの？アスナの方こそ、なんで倒れた途端裸になってるのよ。どうして私？転んだ拍子にウィンドウ出して全装備解除ボタンを押したとか。いやいや、そんな器用なことできるわけないし。リズ、私転ぶときに少しそのメイスの先端に触ったけど。そういえば私も少し。もしかしてその素材で作った武器って防破壊の能力を備えてるとか。どうやらそのようで。二人が倒れる時に防具が破壊されるエフェクトをバッチリ見ちゃいました。キリト、そういえばいたんだった。キリト君は早くどっかに行って。やっぱりそうなりますよね。もう何よこの素材、廃棄を吐き。この武器だってすぐに捨ててやるんだから。新色の新素材、恐るべしだね。